ギグヤングはアメリカの俳優。本名バイロン・エルズワースバー。ミネソタ州セントクラウドに生まれ、ワシントン DC で育つ。高校在学中から演技に興味を持ち始め、パサデナコミュニティプレイハウスで学ぶ。舞台に立っていたところをスカウトされ、ワーナーブラザースと契約する。1969年の一人ぼっちの青春でアカデミー女演団優勝を受賞した。 結婚は誤解している。1940年にシェーラ・ステープラーと結婚し、7年後に離婚。1950年にパラマウントのドラマコーチだったソフィー・ローゼンスタインと再婚するが、ソフィーのガンが見つかり、結婚2年後に死別。1956年に女優のエリザベス・モンゴメリーと再婚。二人は1963年に離婚したが、原因は、 ヤングのアルコール問題であった。その後すぐに不動産エージェントのエリン・ウィリアムズと結婚し、1964年に娘ジェニファーが生まれる。このカップルは3年後に離婚し、娘の養育費の支払いに関して法廷で争った。1978年10月、ドイツ人女性キム・シュミットと結婚した3週間後に2人。 そろって、マンハッタンの自宅で遺体となって発見された。妻を射殺した後に自ら命を絶ったと見られるが、動機等ははっきりと分かっていない。ありがとうございます。